旭川市街軌道。旭川市街軌道とは、かつて、北海道旭川市に存在した、路面電車、バスの運営会社。同社は、昭和初期から30年代まで路面電車を運行し、その後も、旭川バスというバス会社として存続していたが、1968年に、旭川電気軌道に吸収合併されて消滅した。本校では、同社が運行していた。 路面電車について主に記す。北海道中央部に位置する旭川市は1901年、明治34年に陸軍第7師団が移設されて、以来、軍都として栄えた。師団施設の置かれた近文地区と旭川駅前を結ぶ交通機関として1906年、明治9年に上川馬車鉄道が開業したが、1917年、大正6年に、 市岸本体がシベリア出兵のために満州に移転して利用客が激減し第一次世界大戦の影響による鉄材の不足で価格が高騰したレールを売却して1918年大正7年には姿を消した旭川市に電気軌道を走らせようという計画は大正期に建てられ旭川市会においても市営電気軌道建設を議決したが 市営と民営の両論が対立し、具体化しなかった。昭和に入る頃までに、民営事業者の旭川電気軌道、旭川電力軌道、旭川電車、旭川市街軌道の4社がそれぞれ別途に、軌道不設特許を申請して、紛争状態となったため、市会は4社との協約書を作成して、収集に努めた。その結果、旭川電気軌道、旭川電力軌道、 旭川電車の三社が協調して新たに旭川市街連鉄ほどなく旭川市街軌道と会社を設立し一条線、四条線、四段線の軌道付設特許を申請して特許を得るに至った。このうち四段線の地下部に一線、一号地下部に一線、六号間は陸軍省の移行により許可されなかったため四段を逆この字型に大きく迂回する経路を 改めて申請し、特許を得ている。旭川市街軌道は1929年、昭和4年11月3日に、初の路線を開業させた。その後、昭和10年代にかけては、路線の整備が行われ、それとともに、乗客数も全増していき、昭和5年度の延べ約302万人が、昭和19年度には、約1083万人にまで膨らんだ。 昭和20年度上半期までは年6分の株主配当を行うなど経営は順調であった。終戦によって第7師団が廃止されると昭和22年度には約617万人、昭和26年度には約458万人という総人員は激減した。加えてインフレによる経営費の膨張により収支は悪化し昭和22年度上半期には 資本金135万円にほぼ匹敵する120万円もの損失金を計上した。一方、戦時中に疲弊した機動施設の補修に500万円余りを要する見込みであったことから、戦時中から休止していた路線バス事業を復活の上で、乗客減少の一印一乗線と市場線を廃止し、撤去した資材の売却代金を事業費と 借入金返済に充てることになった。残された、四段線、戦後は、近文線とも故障は、四段の兵舎や感謝が、学校や工場、引上げ車住宅などに転用されたこと、四段東側に、野球場や、総合競技場などの公共施設が完備したことなどが、輸送需要が見込まれ、かつて陸軍省の反対により日の目を見なかった、北海道神社前引く、 市営球場前引く、競馬場北口前館を新たに建設した。昭和27年度に約463万人であった、旅客数が昭和29年度には500万人を超え、運輸状況は好転しつつあったが、設備の老朽化で営業費が増大して、経営を圧迫したために、1956年、 昭和31年6月8日限りで、軌道線前線の運輸営業を廃止して、路線バスに転換された。軌道事業廃止後は、バス事業専業となり、旭川バスと、社名変更の上営業を継続したが、経営は不振で、同社の株主の過半数が、会社設立時から、縁の深い旭川電気軌道に、事業の補助を願い出ることに至る。旭川電気軌道では、 同社の役員が、旭川バスの株式の過半数を保有して、経営権を取得し、1967年、昭和42年4月に、両社の役員を交換の上で1968年、昭和43年4月、同社を吸収合併した。旭川電気軌道を、存続会社として、旭川バスは解散し、旭川市外軌道以来の独立した。 交通事業者としては消滅した。旭川電気軌道が旭川バスから引き継いだバス路線は、その後整理、統合をされたが、2012年、平成24年現在でも運行を継続している。なお、旭川市民は旭川電気軌道の電車、東川線、東旭川線を郊外電車、旭川市外軌道の電車を市内電車と呼んで区別していた。 旭川市街軌道は市内輸送を担う路面電車として知られているが農産地である東高須村の地に旭川市に九州や高須村の農産物や肥料などの輸送を行う貨物運輸営業をもくろんだ時代もるこの地域の軌道敷設計画は大正末期から昭和初期にかけて高須軌道、高須電鉄などが軌道敷設特許願いを申請しており 旭川市街軌道も1930年、昭和5年に、市団線の終点、1006号より1013号と3013号を、経てピップ村北2006号に至る 12.7km、3013号より、高須村1 0 1 3号を経て104号に至る 8.85km、101013号より1 0 1 6号に、至る 1.76km の参戦。 計2 3 3トルで旅客、貨物運輸を行う、軌道不設特許願いを申請した。貨物輸送については、四段線と交差する高須専用線、国鉄地下文駅第7四段の利用をも論み、四段線、大町7丁目付近より分岐して、高須専用線2 7トル付近に接続する0 5トルの貨物、 専用電気軌道の不設特許願いを申請し、札幌鉄道局に対して、高須専用線を国鉄営業線に変更して、貨物駅を設け、一般貨物の取り扱いを行うよう請願した。ところが、経済不況と季節線の営業不振、相次ぐ協作による農村の疲弊などにより計画は、頓挫。1933年、昭和8年には、 計画を1 0六6号高須村1013号を 8.89km のみに短縮して再申請したが結局は取り下げとなった。一方、高須専用線の国鉄営業線化は朝日川市長も競り願いの形で別途札幌鉄道局に請願し貨物駅設置工事を市費等にて行う旨を示した。こちらも第七師団との交渉が難航して 戦前には実現しなかったが、1950年、昭和25年に、国鉄函館本線の貨物支線に変更して、旭川大町駅が設置されることで日の目を見た。1947年当時、市団線延長線付設に際し、国鉄近文駅より分岐して、第7市団に至る高津専用線、後の函館本線貨物支線旭川、 大町駅付近との平面交差が設置され、1930年の朝日橋西詰め1006号間開業と同時に使用されたが、1932年の専用線短縮に伴って撤去された。1947年当時、1934年11月1日開成当時、開業から全廃まで各車両とも電はシングルポールを使用し、機は フートゴング、乗用ブレーキは、ハンドブレーキを使用した。ビューゲルエアブレーキエアホイッスル等は使用していない。他社への譲渡は、12、13、24、27が、豊橋電気機動、22、23、25、26が、秋田市電、28、29が、北海道炭鉱機専有バリ工業所、3、20が、 北海道炭鉱期船平和工業所で、いずれも1948、昭和23年6月18日に、上渡届を提出。このうち、28と29を譲り受けた、北端夕張工業所は、夕張専用鉄道、新夕張高松5区を電化して使用する予定だったが、資金難より中止となり、車両は破棄された。3と20は、北丹角田専用鉄道、 夕張鉄道新二股駅津野田港で使用された。また、全廃後に配置を旭川電気軌道が購入した。戦後、車体更新や電動機の増強が行われた際、車番に更新年度の下一桁を頭につけて3桁の番号となった。新旧番号の対象は以下の通り。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。